州のフラッシング出身、年齢は29歳ですね。戦績が47戦44勝 31KO1 敗2引き分けです。93年12月、グレゴリオ・ゴヨ・バルガスに12回判定勝ちで WBC の世界フェザー級タイトル獲得して2度防衛したんですけど、95年1月ですね、アレハンドロ・コブリタ・ゴンサレスに11ラウンド TKO 負けして WBC タイトル失いました。この後ですね、去年の2月ルイ・エスピノザに判定勝ちして当時9位だった WBU の世界フェザー級タイトル獲得してこのタイトル一度防衛してますね。スピードのあるそのサウスポーの、テクニシャンでハードパンチャーですね。今のプロフィールの中にありました浜田さん、アレハンドロ・ゴンサレスに負けてからもう2年経つんですが、それで路線を WBU に切り替えましたよね。この辺どうなんですかね。そうですね、タイトル取った時というのは本当にスピードもあってもうどこまでつなぐんだろう続くんだろうって思いましたけどね。やっぱり2年前タイトル取られてからはちょっとパッとしないですね。やっぱり今タイトル持ってるにしても壁にぶつかってる状態であると思いますよ。はい、さあそんなケリーがですね、今日はエドウィン・サンタナの挑戦を受けることになります。どんな選手でしょうか。はい、この選手はドミニカ共和国サントドミンゴ出身、年齢は26歳ですね。これまで負けがないんですね。25戦22勝 6KO 3引き分け、主な相手としてはですね、95年10月ですね、元 WBF、 これもマイナー団体なんですけどね、世界フェザー級チャンピオン、バーリントン・フランシスに10ラウンド判定勝ちしてますね。接近戦が得意なファイタータイプですね。はい、はい、さて浜田さん、はい、今勢いがないという、ね、チャンピオンなんですけども、どの辺を見どころにご覧いただきたいですか。タイトル、最初に取った時のイメージがまだあるんですね。それにまた近づいてまた突っ走るためには当時のスピード、そしてガードはやや低いんですけど踏み込みの速ささえあればガードの低さは気にならないと思いますけどね。そうです。ですから、そのスピードが戻ってくるかどうかがポイントでしょうね。どうでしょうね。その辺を注目してご覧いただきたいと思いますが、なおですね、この試合は放送時間の関係でハイライトで、お送りしたいと思います。さあケビン・ケリーとエドウィン・サンタナが対戦します WBU 世界フェザー級タイトルマッチ。この試合は昨年の11月16日アメリカニュージャージー州のアトランティックシティで行われたものです。WBU 世界フェザー級タイトルマッチ、ケビン・ケリー対エドウィン・サンタナの一戦です。Ladies and gentlemen, introducing in the blue corner, in the blue corner, wearing the blue trunks, black trim, weighing in at 125 and a quarter pounds, his professional record, 22 victories, no defeats, 3 draws, 6 knockouts, El Hijo de Santo Domingo, now making his home in Lawrence, Massachusetts. Here is Lightning Edwin Santana. Santana. 挑戦者です。エドウィン・サンタナ、26歳。His opponent in the red corner, wearing green trunks, light yellow trim, also weighing in at 125 and a quarter pounds, professional record, 44 victories, 1 defeat, 2 draws. He has 31 wins by way of knockout. He hails from Flushing, New York, the WBU featherweight champion of the world, the Flushing Flash, Kevin Kelly. Champion Kevin Kelly. 12 rounds for the WBU featherweight championship.ニックネームが面白いですね。挑戦者のエドウィン・サンタナの方はですね、ライトニングですね、稲妻ですね。そしてケビン・ケリー、これチャンピオンの方はですね、ニューヨーク州のフラッシング出身ですね、はい、フラッシング、フラッシュっていうのは先行ですね、もう光が瞬くみたいな、そんな速いっていうことですね、お互い速さをそのニックネームにしてるわけですね。さあどんな展開になりますか。 WBU 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦です。ケビン・ケリーは29歳になっています。このタイトル、空位のタイトルを手に入れまして、一度防衛に成功しています。さあ試合が始まりました。サウスポースタイル、ケビン・ケリーチャンピオン、グリーンのトランクスです。今パンチを右出していきました。青のトランクスが挑戦者サンタナ。
進めていきます。なかなかいい動きを両者立ち上がり見せています。第1ラウンド、このブルーのトランクスで今背を見せて、まあ回り込みまして左側にいるのが挑戦者ですね。ちょっとスタンスは広いんですけれど、なかなかバランスが良さそうですね、はい、ケビン・ケリーはこのサウスポー、あの右手を前にしている方の選手ですね。画面今左ですけど、やはりスピードがありますね。ケリーがこちら向いたら、あのトランクス見てください、あれ稲光ですよね。そうですね、ギザギザに入ってますね。赤胴鈴之助みたいですねちょっと古いですかね古いと思いますが、はい、浜田さん、はい、まあ、ここまでまだ1ラウンドの途中ですけども、なかなかいいシャープな動きは見てます、まあ、そうですね、おーっと左が届いた。ケリーそれで、まあ、何度か今踏み込んでますけどね、その時に左ソロとかどれぐらい伸びるかというところ、まあ、まだ出てないんですけど、それが出ると本調子と見ていいと思うんです ね。というのはこの選手の踏み込みには特徴あるんですね、はい、踏み込んだ瞬間力入ってなくて力を抜いたまま踏み込みが早いんです ね。その左を出していきます。今一つ届きました。踏み込みが早い、まあ、その辺もフラッシングと、そんな感じでしょうか。フラッシュ、そうですね、ケビン・キャリー、まあ、スピードのある選手をスピードスターっていうんですね、まあ、パンチのある選手はハードパンチャーと呼びますけど、そのスピードスターの典型でしょうね、まあ、有名なボクサーは大体そういうニックネームが、ね、ついていたりします。マイク・タイソンはアイアンですね。そうですね、今第1ラウンド終了しました。このラウンド難しいですね。お互い有効だです。パンチの数もそのほぼ似通ったものですね。そしてその防御技術っていうのもお互いその優劣つけがたい。じゃあどっちがペースを取ってただろうかっていうと、やっぱりまあプレッシャーかけてペース取ってたのはケビン・ケリーに見えるじゃないかということで、あえて振り分けるんだったら私はケビン・ケリーのポイントにします。そうですか、はい、WBU の世界フェザー級のタイトルマッチです。まあ最初の試合ですね、まあ、採点基準いつも申し上げてますけど、まあ、有効なクリーンヒットが第一、その次に構成ですね、そしてその次防御技術、そして最後にどちらがペースを取ってただろう、リングジェネラルシップと言いますけどペースポイントですね、それで採点していきます、はい、さあ第2ラウンドです。 WBU 世界フェザー級タイトルマッチ、各団体によりまして、レフェリーのウェアの色もね、特徴がありますけれども、WBO これ赤なんですね。そうですね。随分目立つカラーです。私はこの真っ赤なレフェリーの衣装を見たとき、ウェアと思いましたね。綺麗ですね。はい。はい、グローブを叩き落としています。ケリー相手のパンチを届かせません。体自体の調子はケビン・ケリー良さそうですね、いや今ストレート、まあ、負けてから2年経っていますけれども、まあ、そんなには感じさせませんよ ね。 そうですね、よく負けてしまうと随分体調とかその体つきが変わってしまう選手もいますけれども、そういった感じは見受けられません。まだ2ラウンド途中なんですが、そこまでの出来というと体は軽いですね、まあ、このタイトルも一度防衛しています。
まあ、これまでに負けた一度だけですね、はい、44勝1敗2引きわけですからね。そう簡単には。その1敗もですね、まあ強豪中の強豪アレハンドロ・ゴンサレスですからね、ケビン・ケリーの実力をそう否定するものではないと思うんですね。ゴンサレスには11ラウンド TKO 負けをしています。でタイトルを失いました。ロープに詰まっています。早いワンツーを打ち下ろします。今度はストレート、ケビン・ケリー挑戦者も今ちょっと振り回してますけどスピードありますよね。サンタナは挑戦者163センチです。ケリーが170センチ。手元に資料があるんですけれども、163センチにしてはそのリーチは183センチあります。20センチも長いことになりますね。ちょっとまあこの数字、まあ、確かに長いとは思いますけど、長そうですけどね、まあ、20センチというのはちょっとオーバーかもしれませんね。ね、でも確かに長さはあります。攻めていきます。ボディを返しました。マービン・ハグラみたいにスイッチしてですね、であのオーソドックスタイルでワンツー左フックきましたね。第2ラウンド終了です。このラウンドはケビン・ケリーが攻め始めました。有効な組ヒットは多かったと思います。ケリーの10対9です。はい、こちらケリーです。ちょっと冷やしています。ボディパンチいいぞって言ってそれを打ち続けろよって言って励ましてますね。 WBU 世界フェザー級タイトルマッチ、この試合はハイライトでお送りしています。ちょっと出血が目のあたりでしょうか、傷をつけているようですが、第9ラウンド続いてご覧いただきましょう。小泉さん、3ラウンドから8ラウンドまで、どういった展開だったんでしょうか。中盤にですね、この挑戦者のサンタナがですね、非常によく攻め込みましてね、いいところあったんですけれど、全体的なペースとしてはですね、ケビン・ケリーがやはりスピードで上回っていると、はい、そういった展開ですね。経験そしてスピード豊かなケビン・ケリー、エドウィン・サンタナもよく健闘を見せていますが、このままいきますとポイント的には初の黒星を喫する可能性も出てまいりました。サンタナ、そういった匂いが濃くなってきます。左のフックを返しました。おっと右、ぶれついた、あの返しいいですね。ケリーさあ右のストレート飛び下がりました。サンタナ入る前で、タイミングがいいですね。さらしします。ボディ打ち分けます。焦らないで打ち分けていきます。左のストレート細かいパンチ、大きいパンチ、細かいパンチ追い乗せます。うまいですよ。あのサンタ、ああいうロープへ詰まった時はできるだけ早く回り込まないといけないんだよね。回り込めない時はですね、その体の位置をですね、こういうふうに上下動ですね、ボビングって言いますけれど、それからですね、そしてガードを固めとかないといけないですね。打ち返せるんだったらもうすぐ打ち返す、顎を引いてストレート出すことですね。左のストレート、またケビン・ケリーの方もガードは低いんですけど、スピードがあるからガードミスは気にならないですね。あは、まあ、スピードが同じぐらいの選手とやった時にですね、このガードの低さは疲れますよね。あとコンビネーションで持ってこられた時ですね、1発目、2発目、3発目ぐらいまではこのガードで避けられるでしょうけど、それ以上のコンビネーションはですね、このガードじゃちょっと避けにくいですね。体の、上半身のボディーワークででも避けきれない時がありますね。5回あたりにエドウィン・サンタナは右の目のあたりをカットしています。鼻血も少し出ました。残り40秒切っています。第9ラウンド飛び込んでいきました。左から右、右はボディ、挑戦者ナイスボディ、5回にはですね、サンタナは自分がポイント取ったと思ったらしいんですけど、それは5回です。あのラウンドはやはりあのケリーですね、はい、あとケリーも当たりません。ストレートを出します。ケビン・ケリー
第9ラウンド終了です。ケリーのスピードがちょっと落ちてきましたね。そのパンチ打ってるんですけども、手打ちになってきてます、はい、そのキレがなくなってきてますね。ただもうペース取って流れてますからね、試合が。それでこのラウンドの最初、ミーフクいいの聞きましたね、はい、詰められるかと思ったんですけど、このラウンド後半ちょっと疲れましたね。ポイントとしてはケリーのラウンドですね。そうですか。まあ、浜さん、はい、1、2ラウンドの序盤と比べますとやっぱり、ケリーのスピード、そういうのは確かに感じますね。まあ、それはしょうがないところあるんですけどね、1ラウンドで同じ、スピードを、まあ、後半もやるっていうのはちょっと難しいところあるんですけど、まあ、でも、体全体の調子は、はい、ケビン・ケリー思ったよりいいですね。さあ続いて10ラウンド目、お客さんの反応がよくこう感じられる、そんな会場です。ニュージャージー市のアトランティックシティで行われています。これ相手がそのサンタナ程度の選手だから、ああいうそのゆっくりしたスイッチで、その通用してますけどね。相手はその非常にスピードのある選手、ストレートパンチ持ってくるような選手だった、ああいうスローなスイッチの仕方して危ないですね。オーソドックスからサウスポー、サウスポーからオーソドックスするときにですね、体開きますからね、スポーンと持ってこられると尻もつきますね。おっと後ろよろけ加減で下がっていきます。サンタナワンツーを出します。勢いにはっきりと差が出てまいりました。飛び込んでいきますケリー。フラッシングフラッシュ、44勝のうち 31KO 勝ちを誇っていますケビン・ケリー。これが48戦目。では主要、まあ、3団体という時期もありました。その WBC のタイトルを持っていましたケビン・ケリー、現在はマイナー WBU という団体のチャンピオンです。このケリーはあのサウスポーの右フックがですね、その3つ目のパンチですね、切り返しのパンチがナックル変えてないですね、でまあ、いいサウスポーっていうのは3つ目その返してくるんですけど、ワンツーで終わるパターンが多いですね、こういうこれで打ち終わって足が前で、こういうのは悪い手ですね。おっと、しかしポイントに差が出てるのは明らかなんですけれども、倒しきるかどうかというところが問題になってきますケビン・ケリー。まあこれからはその課題は出てきますね、まあ、やっぱり2年前ですね、そのタイトル取った時のような調子に戻るためにはやっぱり、このレベルの選手ノックアウトするべきでしょうね。とにかくそういうことを続けないとこのケビン・ケリー注目は浴びないですからね。そういうことですね。そうしないとビッグマッチもなかなか組まれていきません。第一戦に帰るというのも、ね、かなり難しいものありますよね。ありますよね。マイナー団体のチャンピオンというだけではダメです。第10ラウンド終了しました。まあ、有効なクリーンヒットはケビン・ケリーの方が多いですね、はい、だからポイントとしては文句ないと思います。10対9です。ちょっとケリーの方も目のあたり腫れてます。まあ中盤ですね、3ラウンドから8ラウンド、そのサンタナはいいラウンドがありましたね。だからまあ右ストレートが当たってちょっと左目が腫れてますね。それでちょっと腫れる体質ですね。11ラウンド目に入ります。
バリーズパークプレイスで行われています。アトランティックシティ、アメリカはニュージャージー州にあります。 WBU 世界フェザー級タイトルマッチの12回戦、小さなパンチを持っていきます。前回の試合でしたか、フロリダ州は割とこうボクシング熱が盛んだという話しましたよね、はい、このニュージャージー州は現在はどうなんでしょうか。ニュージャージー州はやはりですね、東部のメッカではあるんですね、ただアトランティックシティがですね、そのやはりカジノとしてちょっと低下してますよね、ラスベガスに比べて、だからビッグイベントっていうのがもう少なくなってますよね。まあ、東部というのはですね、まあ、ボーゴロタの第一戦とかですね、そういうのでやはりそのボクシングファンは多いですし、ニュージャージー、ニューヨークというのは興行するとですね、お客さんは集まりますよね、コンベンションセンター、アトランティックシティ、それでニューヨークだったらマディソンスケアガーデンと、まあ、その試合会場としてはメッカですよね、それ今のボディですね、カオサイギャラクシー的なその、ボディですよね。相手のパンチはブロックしました。ケビン・ケリー、おーと、ショートで小首のいいアッパーを突き上げました。ケリーです、左のストレート、浜さん、ここまでの動きを、はい、この辺りのラウンドはもう1枚違うなっていう感じが、1段違うかなっていう気もしますね。まあ、そうなんです。レベルがやっぱり違うところあるので、ね、まあ、ただケリーもスタミナ面ですよね、はい、まあ1ラウンド2ラウンドのあのスピードがやっぱり11ラウンド行くと極端に落ちてる感じあるんでですね、そういうところではやっぱり、スタミナの強化不足、走り込み不足あるかなっていう感じありますね。体全体の調子は、はい、悪くないですよ。まあ、本当にこのボクシング界世界の第一戦ではチャンピオンになりますが、第一戦ではないので、その辺のもしかしたらどこかに心の隙ができているのかもしれません。ケビン・ケリー、ケビン・ケリーの左ストレートの軌道が悪いですね。どう悪いですか。まっすぐ持っていって、あとはですね、招き猫が撫でるみたいな打ち方しますね。だからもう一つそのフォローする打ち抜きっていうのがないんですね。11ラウンドも終了しましたが、ここまで試合を止めずに持ってきてしまいました。ケビン・ケリー、ポイントとしてはケビン・ケリーのポイントですね。相手に与えたダメージは上だと思います、足を冷やしてますね。これはどういう効果なんですか。いろいろですね、脚力が衰えた時にですね、はい、刺激する方法あるんですね。いやユーリ・アルバチャーク選手についてるジミンさんなんかは足をこうして、太ももマッサージ、マッサージでなす叩くんですね。あ、パチ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 、はい、刺激したり、それからですね、まあ今のみたいに冷やしたり、そして刺激を与える。足が止まった時にそういういろんなことをするトレーナーいますよね。そして、その場合にですね、足を伸ばさせて持ち上げるのも楽になりますよ。あ、そうですか、はい、まあそうですね、そういえばそういうシーンは見かけます。中にセコンドが入って、足を持ち上げてるところをよく見ますけどね、足が疲れた場合楽になりますね。それもちょっと個人差があるんですね。だからまあ選手とそのトレーナーとの間でですね、こうしてもらうと自分は足が楽だからやってほしいとかですね、だからそういう、まあそれが選手とトレーナーの呼吸でしょうね。 WBU 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦ラストラウンドまで来ました。浜田さん、こうなりますと、はい、ケリーは倒さなきゃいけないんですよね、やっぱりね。まあダウン一つは欲しいですね、最低でも欲しいですね。まで取れていません。まあぐらつかせたシーンは何度かあったんですけれども、ダウンは取れていません。まあ、サンタルの方もブロック厳重にやって、タフネスのところありますけどね、やっぱりケビーぐらいの選手だったらダウン一つは割いてほしいですね。そうですね。おっと、
ヘビン級にも疲れてます。ハウスも狙っているんでしょうか、ケリー。ここまではポイント的な差がだいぶついていると思われます。このフェザー級、現在は大変面白い選手がかなりいるそうでもあります。そのマイナー団体、WBU のチャンピオンの一人、WBU のチャンピオン、ケビン・ケリー。あと40秒、50秒切りました。今45秒。おっと、ヒトリック倒してほしいですね。まあ、名前がケリーでも蹴りを入れるわけにいきませんからね。あのキックボクシングじゃないですから。やはりあの相手をコーナーロープに追い詰めて、それで連打してそのダメージ与えることですね。もう時間がほとんどありません。ラストラウンド。本当のノックアウトアーティストだったらですね、11ラウンド行きますよね。12回目っていうのは倒しにくいですよね。で、自分もビッグパンチ食わないように注意しないといけないんですけど、10回目っていうのは一つの倒すチャンスですよね。試合終了です。あ、ケリーは勝ちを確信したようです。まあ、ラストラウンドもケリーですね。あ、ケビン・ケリーの応援団がご覧のように入っています。 L が一人逆さまです。Gentlemen, we have a unanimous decision. 3対0ですね。 Judge Gene Williams scores it 119-109. 119-109. Judge Vernon Gilliam scores it 119-109. 同じく119-109. Judge Erwin Deutsch scores it 120-108. 120-108. フルマークですね。10ポイント差ですね。も文句なしという判定になりました。3対0です。ヘビン・ケリー防衛に成功です。まあ、浜田さん、終盤になりまして特にあの勢いの差は出まして、まあ、1人ジャッジの方はフルマークという方もいますけどね、まあ、名付けるかもしれませんね。まあ、逆に言えばこれだけ離れてるんだったら1回だけでもダウン欲しかったなと。まあ、昔を知ってるだけに、昔といってもまだ2年前ですね。2年前ですね。峠を越えた感は否めないですね。あ、そうですか。あのゴーヨ・バルガスに勝った試合なんかやはり素晴らしかったですよね。12ラウンド判定が調査されました。2度目の防衛に成功です。ケビン・ケリー。